俺の不思議、神山久蔵著の心理学。8、なぜ青い山脈なのかと。青山、青山。ここではね、いろいろとね、詩を紹介しているね。これなんて読むんだろう。雷陽山なのか。雷山陽。雷なのかな。友っていう字なのね。よくわかんない。中国人だか日本人だのかもわかんない。まあ、青い林とかね、青林、青い林、山紫、山紫っていうのかな。まあ、要するに青い山を、特に強調していたと。宋の、宋、唐派。まあ、これも中国人だよね。まあ、もうこんなのを書いていたと。あ、それを、で、青山、つまり英語でブルーマウンテン。そのブルーマウンテンといえばコーヒーの銘柄、コーヒーの原産地はジャマイカ。ブルーマウンテンという山がある。あとオーストラリアのシドニーの近くにもブルーマウンテンという山があると。アメリカのブルーリッジ山脈も青山と訳せようと。なんで緑山ではなく青山なのかと。でここでね、まあ、要するにまあいろんな説がある中でのというかように聞いたんだけども、なぜブルーマウンテンなのかとね。ただこれからね出てくるこの話で言うと、要するに、樹木の葉からごく細かな粒子の炭化水素物質が発散され、その物質は空気中のオゾンや二酸化窒素に合い、それに太陽光からの紫外線の影響が加わり、水滴の元になる中心核となると。こうしてできた細かい水滴が太陽の光を散乱させるのだが、その際に波長の長い青い光が余計に散乱させられると、まあ、こういうことをね言ってるわけよ。でその細かい粒子の炭化水素物質っていうのがね、これがまあこれからいろいろと問題な話題になるんだけども、その前に画家たちの手法というのでね、レオナルド・ダ・ヴィンチのねことを書いてるのよね。レオナルド・ダ・ヴィンチの手記というのでね、要するに空気遠近法についてと。まあ、これは面白いなと思ったのは、まあ、要するにここ僕がね本を見てるこの間の空気の量と、遠くの山を見てる間の空気の量が違うと。空気の厚さが違うと、この距離とね、遠くの山と。だから空気がいっぱいあるわけよね、遠くの山というのはね。でそこで、その空気の中になおかつそのさっき言ったね炭化水素、物質による核によるね水分がたくさん入っていると。青い空気の手法を使っている。要するに書くときに青色系の、色で書くと遠くに見えると。リオナルド・ダ・ヴィンチの手法というのはね、近くのものはこの黄色だったら黄色で、遠くの黄色はもっと青く、青い黄色にすると。でなんか最後はね空とか、要するに空が青いのと同じよね。雲もね、まあ、青いっていうか、まあ、グレーと言っても、まあ、青い感じのグレーだったりするしね。でユーカリの大山、1978年私はオーストラリアで開かれた学会の帰りにシドニーの郊外のブルーマウンテンに残ったと。1978年、64年だから俺が13歳というか、ユーカリの木で覆われていたの。そのね、ブルーマウンテンがね、テルペン系の炭化水素が発散され、ユーカリの木は一名ガソリンの木と言われるぐらい、テルペン系の炭化水素をすごい発散しているんで、ガソリンと同じようにすぐ火がつくと。でそのオーストラリアのブルーマウンテンというのはそのユーカリの山だったと。ファイアープレイス、つまり火事場跡という立看板が立っていたと。だからコアラ
のコアラを抱いてもね、コアラの小動物園でね、コアラを抱いたんだけれども獣臭くないと、ユーカリの葉ばかり食べているからであろうかと。これ浜松にもねユーカリの木があるのよね。なんだっけ、浜松の東照宮、浜松の東照宮ね、コンコルドの斜め、コンコルドのホテルね、ホテルコンコルドの斜め、南東の方の本田の裏側にあるね、東照宮、家康を祀ってあるね、あそこの境内の中の、本堂の、本堂っていうの、その参拝するね、それの、に向かって右奥に大きなこんな太い木があるんだけど、それがユーカリの木。あとどっか大学のキャンパスにもあったような気がするんだけど、結構ねユーカリってね植えられてる、すごい木だから一回見た、ね、見てみたらいいと思うんだけど、確かあれユーカリだよね。で青く見せる物質としてね、まあ、ユーカリの、苗木を持ってきて、あ、種をまいたのか、ユーカリの木の種をまいて未生から苗を育てる。そしたらアルファピネンとかね 1.8 シオネール、シネオールか、 1.8 シネオール、モノテルペンと言われている炭化水素、まあ要するに、精油の中にも含まれているものだって。だからね、まあアロマとかねとつながってくるわけよね、やっぱりね。やっぱ時間がね、これ、山火事の原因、正午に最も多く出るんだけれども朝の6時頃にもね出るんだって。要するに光がね、こういうふうに横から入るから光が、要するに正午は上からだから、どうしてもね葉が重なっているから上からだと当たるねのと横から当たるのとまた違うんじゃないのかな。それで朝の6時に正午における与える量は大きくないが、もう一つの別の山、要するに正午はすごいけれども、それに朝の6時にこれくらいだとしたら正午はこれくらいみたいな感じで山があると。だから午前中はもう燃えやすいと、山火事がね。でなおかつ春が多いと、3月4月杉の葉で調べたところによると、3月4月には葉の中にたくさんテルペンが、存在していると、発散量も大であると、春、まあ、成長しようという一番いいね。でなおかつ杉はね常緑だからね、ユーカリって常緑だったっけ、ちょっと分かんないから調べてみて。山火事の原因というのはこういうね、それにフィトンチッドによる、山火事の原因というのがあると考えられる。すごいね。要するに乾燥してるだけではないと、空気が乾燥してるからだということばかりではなく、おそらく樹木の主体性というか樹木それ自体も燃えやすくなっていることによる、よるのではないかと、なかろうかと。なるほどね、いろんな要因が重なってるわけね、やっぱりね。森の不思議、神山敬三著の